別府駅は、北海道釧路郡釧路町別府四丁目に立地する、北海道旅客鉄道根室本線の駅である。電報略号はヘッホ。日本の駅で、読みが、ポで終わる駅は、当駅が唯一である。かつては、写真の通り、太平洋炭鉱別府港の拠点駅であった。1977年の別府駅、周囲約1キロメートル範囲。右が、根室方面。 千鳥城にずれた形の短式ホームに面に線、駅裏の釧路寄りに補線用の引っ込み線を有している。右下方面にあった、当初は三井鉱山、後に太平洋炭鉱の所有となった別府港の先端場がある山本から、大正時代から昭和初期にかけて、駅裏のストックヤードまで馬車軌道が敷かれて、木材や石炭を運んでいたが、後にこの軌道は、 貨物の引っ込み線に敷揮能され、直接本線へ乗り入れて、東、釧路を経て釧路まで石炭を運んでいた。1949年の閉山とともに、この貨物線は撤去されたが、駅の根室川本線から右下へ若干カーブしてゆく、小道として、その軌道跡の一部が残されている。なお、国土地理院地図、空中写真閲覧サービス1948年、 アメリカ合衆国軍撮影の航空写真 USAR-280 の海から22は平山間近の鉱山の姿や貨物船が明瞭に映っており、その後貨物船跡地のほとんどが別歩南地区市街の東側町道に利用されたことがわかる。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。所在地名より命名された。 別歩川を指すアイヌ語の、別歩に由来する。これは、川を意味する、ペに、節尾字歩がついたもので、小川を意味する。釧路川本流と対比して命名された地名であると、考えられる。なお、開業から1952年11月14日、までは、別歩川の上流に位置することから、上を付した、上別歩の駅名であった。 短式ホーム一面一線を有する地上駅で、釧路駅管理の無人駅である。1日の平均乗降人員は以下の通りである。釧路町役場が国道44号を挟んで、駅の近く立地している。駅前は比較的広く、自動車を何台も止められるだけのスペースがある。また、駅の西隣には、公園が整備されている。ありがとうございます。